よっ、アルトナリコ2続きをやっていきます。前回から引き続いて撮っているんですけれども、前回ねちょっとクローセ様のなんか大地の心臓みたいなのを取りに行ったらジャクリに奪われてしまって、で奪われた結果、大陸が消滅するということで、まあチェスターのところにね、だっけ新生政府軍か引き取ってもらいました。助けてもらって、で今から大聖堂母艦を攻撃するぞーっつって乗り込んでアルフマ総統を探しているところにございます。というわけで早速探していきますかね。もう早速敵が出そうな感じなんですけど、まあ多分カットしてバッチリ切ると思いますお、早速発見。いやあ諸君、なんだ間に合っていたのか。全然気づかなかったよ。総統、逃亡するというのは本当ですか？逃亡？人聞きの悪いことを言うな。俺はかましいわ。え、誰に向かっての言葉だ隊長。あなた以外の誰がいるというのです。総統、宝石を持ってこの世界を捨ててとんずら、あなたらしい行動だ。言うだけ言うがいい。俺は自分の行動が間違っているとは思ってないからな。大した自信だな。その自信の裏付けを聞かせてもらおうか。俺は民衆を助けるためにこうしてこの世界から脱出しているってことだ。ふざけるな。あんたはいつだってそうだ。自己中心的な思想で民衆を振り回す。18年前の巫女アーシェ様襲撃事件の時もあのようなことはせずとも、レプレキアを撃つことは可能だったはず。レグリス隊長、お前は有能な騎士ではあるが政治家ではない。持ちは持ち屋だ。大した政策も打ち出せない頭で吠えてばかりいるとバカになるぜ。あんたは一体何を考えているんだ。俺はいつだってこの世界のことを考えている。いいか、この世界は、そして国民はとっくの昔に死んでいる。神の言いなりの政権、幸せを追い求める自由もない世界、その日暮らしの生活。なあ、俺たちはなぜ生きている。俺たちの生きる目的は何だ。この地で人間は人間らしい生き方などできはしない。人間らしい生き方とは、自力で幸せな未来を築き上げていく生き方だ。神に支配され生死までも握られているこの世界で、どうやったら人間らしい生き方ができるというのだ。それと逃亡とどういう関係があるというのだ。まあ落ち着け。ことをせくのは軍人の悪い癖だ。住む土地を広げようとすれば神に粛清される世界。人は増え土地は減る。お前たちはこの民衆の明日や未来を考えたことがあるか。俺はそのためにレプレキア計画を推進した。この世界を自由にするためにな。少々強引ではあったが現状の打破には抵抗はつきものだ。そう考えれば悪い話ではなかったはずだ。現に民衆は大いに盛り上がった。だが 100% の成功などありえない。失敗しても全てが無に帰さないために次の手段を考えておくのも政治家の役割。それがこの逃亡というわけか。逃亡ではない、移住だ。メタファリカが失敗した今、この世界に明日はない。この世界で全員を幸せにすることなんざもう不可能なんだよ。もしも100人の民衆が100年後も飢えに苦しむのなら、それよりも10人の民衆が幸せな国家を築き100人に増やした方がいい。政治だな。それは結果として幸せな家庭と人々をこの世界に増やすことにつながる。全てに平等な憐れみなどを与えていたら全ての人間が不幸になるだけだ。
なんかすごい効率中な考え方してるよね。だから俺は選ばれし民と共に新天地に理想の国家を築く。神に翻弄されない我々の世界を。あの、それってなんか違うと思います。大陸も紡げない巫女が大きな口叩いてるんじゃねえ。でかい声出すな。言いたいことはな、やることやってから言うんだよ。セラピスト、所詮目の前の一人のことしか考えられないお前に民衆がまとめられるのか。お前一人で民衆を引っ張っていけるのか。ごめんなさい。話にならないな。お前少し民からチヤホヤされたぐらいで勘違いしてんじゃねえ。でどうするんだ、レグリス隊長。お前も俺と一緒に行くか、この母艦で新天地へ。残念ですが、総統、俺はここに残ります。確かに俺は政治手腕もなければカリスマもあるわけではない。だがあんたにはないこの世界とここに住む民衆への強い思いはある。俺は自分のできる方法でこの世界を守り抜く。そうか、残念だが、それならここでお別れだな。ああ、永遠のな。俺はあんたを倒し、大地の心臓を返してもらうことにする。なんだと？さっきも言っただろ。俺はこの世界を守り抜く。この世界には二人の巫女が必要なのさ。そのうちの一人を奪われるわけにはいかないんだよ。くっ、面白い。お前ごときに負ける俺ではないわ。あら、そんな、やはり戦闘になってしまうのか。残ってるか。これで決める。必殺技出た。何がきっかけで出るのかよくわからん。限界まで貫け。よし。したことが。だがな、俺はこんなところで死にはしない。離れで生き続ける。なぜならこの世界が俺を必要としているからだ。決して傲慢で言ってるわけじゃないぜ。むしろ献身的だからこそそう考える。なぜだかわかるか。ふん、そんなザレ事わかりたくない。何事だ。
申し上げます。下部制御室にて爆発が。なぜ？新生政府軍の連中が爆破したものと思われます。ああ。バカな。自らの騎士もろとも落とす気か。とにかく私たちも脱出しないと。待ってくれ。まだ大地の心臓がここにある。そんな探してる暇なんて。クローシェ様を見殺しにはできない。行こう。言い争っているだけ時間の無駄だよ。とにかく探せるだけ探すの。時間切れになるまで。うん、分かった。自分の意志を貫くんだから。え、早く。どうしちゃった。さて敵も出るのかーい。どこに行けばいいんだろうな。お、ジャクリ。あなた本当にしつこいわね。まさかこんなところまで来るとは思わなかったわ。大地の心臓をどこやった。さあ返すんだ。いつからあなたのものになったのかしら。大地の心臓、これは私が得たものよ。私の理想を叶えるために好きにさせてもらうわ。さよう。我々の計画に基づいて大地の心臓を利用させてもらう。大衝動を裏切るのか。裏切る？もともと手なんて組んでないわよ。不要になったから捨てただけ。まさか制御室を爆破したのはお前たちなのか。どうかしらね。貴様まずいわね。予想以上に小さくなるペースが早いわ。何？急がないと。待て、邪魔しないで。時間がないの。彼女が消滅する前に目的を果たさないといけないんだから。消滅？どういうことだ。残念だけど、あなたたちとのお遊びもここで おしまいね。まあでも生きていたところでこの世界はもうおしまいだけど。そういうことだ。我々の理想はこの地にとどまることはない。悪いがメタファラスのためにはその礎となってもらう。あなたも一緒にね。貴様何をする。今までお世話になったわね。ごきげんよう。じりじり。さあどういうことか説明してもらおうか。貴様らなどに話すことなどないわ。わあ。くっ。あ、ラウドネス、追いかけよう。待って、今追いかけてる場合じゃないよ。この船落ちかけてるんだよ。ルカの言う通りだ。とにかく脱出するぞ。ギリギリセーフでしたね。危うく2階級昇進するところでしたよ。さあ早く。よくぞアルフマンを粛清してくれた。しかしレグリス隊長、そしてクロアよ、曲がりなりにもお前たちの主であるアルフマンを随分と簡単に手にかけたものだ。まあいい。しかしこうも簡単に自分の大将の首を取るのでは。安心して部下にはできんな。さすがだなクロア。私を裏切っただけのことはある。ねえクロ、タルガーラ殿下とは昔友達だったんでしょ。ああ、タルガーナ様と知り合いなんて
しかも友達だなんてすごいよね。俺も久しぶりに会った時にはびっくりしたよ。小さい頃は子供の冗談だと思っていたしな。それでクロは何を裏切ったの？ああ、多分あのことだろう。昔あいつと約束したんだ。みんなが幸せに暮らせる国を作ろうって。だけど、ある日を境にタルガーナは姿を消した。あの時は随分心配したな。でも、結局見つからなかった。それから数年が経ち、俺はレイサさんやルカのためもあって、大衝動に入隊した。大衝動はあいつにとっては敵対勢力。タルガーナは、それを裏切りと見ているんだろう。グローシャ様。畜生、ジャクリのやつ、一体どこへ？ねえクロア、もしかしたらジャクリの居場所わかるかもしれないよ。本当か？うん、多分あそこへ行けば。ねえスープ、ふにゃ、インフェルスフィア、それじゃあ行ってくるね。そっか、インフェルスフィアならクローシェ様と会えるね。ルカ、今日は一人でじゃ大丈夫か？クロは、もう…どういうことだ？集中するんだから、部屋に入っちゃ絶対ダメだからね。問題はクローシェ様が現在位置を把握しているかということ。それと私と普通に話をしてくれるかどうか。ルカ遅いな。クローシャ様、頼む、場所を教えてくれ。しかしお前、私新生政府軍に戻らなくてもいいのか？別にそんなの私の勝手でしょ。もしかしてまだ疑ってるわけ？私が新生政府軍のスパイとか。バッカじゃない？みんな、クロシス様の場所が分かったよ。教えてくれたのか？クロシェ様は猫屋敷というところにいるよ。猫屋敷？猫屋敷？猫屋敷ってもしかしてあの猫屋敷？知ってるのか？知ってるも何もエナでは有名よ。エナのそばにあるハイヤーなんだけど、奇怪な話が後を絶たなくて。お化け屋敷って？え？お化け屋敷？あれ？怖いの？違うよ。よし、すぐに向かうぞ。猫屋敷が追加されました。ここはどこ？猫屋敷？お化け退治でもするの？大陸つぶぐんじゃなかったな。うわ、どこだ？ここエナなのかな。なんか久々の街じゃない？久々の街だ。大陸消えただ。ちょっと久々にワールドマップ行ったから、下の世界なのかなに来たから、ちょっと猫屋敷行く前に色々お店寄って行っていいですかね。こんなとこにあるんだ。どっか行こう。先輩先輩、大変なのよ。どうしたの？そんなに慌てて。果たし状が来たのよ。ほらこれ見て。
これただのチラシだよ。ただのチラシなんかじゃないわ。ちゃんと読んでみてよ。新装開店、二人の看板娘がお待ちしております。新しいお店ができるの？ライバル店よ。しかも看板娘が二人もいるのよ。こんな強力なライバル店が できるなんてまずいわね。機嫌悪そうだな。当然よ、ライバルになること確実な店ができるのよ。のんきに落ち着いてなんかいられないわ。先輩もそう思うでしょ。うわー、開店記念でデザート全品半額だって。ちょっと行ってみようかな。先輩？強敵になりそうだな。以上。あ、食後のデザートを作ってなかったのでこれ作ろうかな。どんなの作ろうかな。デザートって言われるといろいろ作りたくなっちゃう。その作りたいものから一つを選ぶのが結構楽しかったりするのよね。そうだよね。あ、それなら外見が可愛いお菓子はどうかしら。いいね。見た目が可愛ければもっと美味しく感じられるしね。ギリカリな感じにしましょう。まあ盛り上がって当然か。出来上がりよ。美味しそうね。グロテスクじゃない？できたよ。チリルのココット。うわ、すっごい間に合うけ。ここまで濃いデザートは初めて見るわ。確かリリカルな感じにするんじゃなかったか。え、そんなにマニアックかな。でも味は保証付きだよ。隠し味のチリルの実のほろ苦さも効いてるよ。隠し味って一番デカデカと見えてるじゃない、チリルの実が。だいたいココットってデザートなのか、チリルの実ってフルーツなのか。美味しそうにできたんだからどうでもいいじゃない。そんなこと、すべてを否定したな。チリルの実を使ったココット、隠し味の割に全体の 70% を占めるチリルの実が食欲を著しく失わせる。いや、青色って食欲減退色なんでね。うん、回復量でっか。しかも全体回復で475、でっか。時間がちょっと微妙なんで、今回はちょっとこの子までにして、あ、会話があるから聞こうか。料理のことだろうな。なあルカ、こんなこと聞いたら失礼かもしれないけどさ、ルカってあんなに料理が下手だったっけ。ド直球。そんなことないよ。私そんなに下手っぴじゃないもん。いや、でも料理屋であんなの作ったら、食べたら美味しいからいいの。それに料理は見た目じゃなくて味なんだよ。だから見た目がどんなにひどくても食べて美味しければ問題ないでしょ。まあ確かにそうだよな。うん、そうだよ。クロアなら分かってくれると思ったよ。ああ、食べて美味しければ問題ないよな。でも勇気を出さなきゃ食べれない外見はどうにかしないとダメだからな。そらそうだわ。おお、まさかここでレベル1が埋まると思わなかった。埋まりましたね。よし、というわけで今回はこちらで終わりにしたいと思います。ちょっと短いかもしれないんですけども、まあ、次回ね、猫屋敷の方を探索して終わりたいと、というか探索して進めたいと思います。それではお疲れ様でした。バイバーイ。